前回、私立ジャスティス学園の2をやりましたけどね、これ、燃えろジャスティス学園の外国版ですけど、ちょっと改めてね、ドリームキャストで、これも7年ぶりぐらいにやるかなって感じですね。2000年。これ3オン3バトルができるんで、KOF みたいなね。あ、チャンスルセス持ってて、これね、このゲームでしかね、使えないキャラがいるんですよ。これか。これですね。これも初めて見る気するな、これ。モモっていうの。で、一番俺が得意なのは、京介。ちょっと待って、これコンピューター戦でできないのかい？ちょっとリスタート。コンピューター戦できたと思うけど、これできなかったっけ？一人用でやった方がいいのか、これ。一人用なのかな。一人用で3を3かな。フリーモード。このキャラがね、ボルマ姿の女の子なんですけど、このゲームでさ出てこないんですよね。これも初めて見るな。初めてっていうか、あれやな。やっぱり3音3ですね、このゲームね。この委員長って、このゲームでしか出てこないらしいんでね、貴重らしいんですよ。グラフィックだいぶ綺麗になってますね、PS 版と比べたら。あまり技が出ないですけどね。惜しかった。これ、あんまり見たことない。テニス部か。新キャラですよね、これもね。
よし、頑張らなくちゃ。ラウンド1、ファイト。あんまり技が出ないですね、この女の子の。気をつけていきましょうか。同キャラ対戦ですね。あ、そうか、わかった。これ十字キーじゃ必殺技出ないんや。レバーでやらないかんねんね。だからか、道理で技出ないと思ったわ。出た出た。レバー、アナログパッドのレバーじゃないと技出ないんですよ。そういうことか。十字キーじゃ出ないんですね。キーでこっちやらでまた出るかもしれないですね。このあ、昇竜拳みたいなのが出た。そんなに派手な技はないって感じやな。強っ。おー、やられた。強い。ああ、これが。もうこれが必殺技ですね。よかった。
あー負けた。あー、それでも倒せなかったか。あー負けた。ちょっと待って、キャラ変えるか。僕にはキャラ変えましょう。勝てない。はい、さくらはこれいるんかな。さくらいないか。いないっぽいな。これ裏バツやな。さくらいないよな。いないね。僕には勝てないよ。倒しましたね。はい、これ教師ですね。波動拳。昇竜拳。当たってない。
当たってないよな。うお、当たった。大丈夫。いかった。話にならないな。一発でやってみましょう。ラウンド2、ファイト。強いな。超必殺技がなかなか出ない。ああ負けた。惜しいな。あと一発ぐらいやったけどな。やっぱね、アナログパッドのレバーじゃなかなか出ないよな。十字キーじゃないとなかなか出ないですね、綿が。新潮流拳出ます。決まりましたね。うわ、強い。出ない。あ、やられた。全然勝てないよ。おい、こんなとこでくたばっちまってどうすんだよ。おい、僕には勝てないよ。ちょっと待った。あれ、フリーズしちゃったか。あれ、フリーズしちゃったっぽいな。なんか一回閉じるか。デジカメの電池が切れ始めてるんで、はい。じゃあ今度普通にストーリーモードでやってみようかなと思います。
か。キャラクターはこの3人になるんですね、ストーリーモードでやれば。じゃあ京介大将にした方がいいな。敵は一人だけか。遊びじゃないよ。まあ一人じゃないな、二人か。ひなたっつうのはあれか。おお、分かった分かった。はい、今回は私の勝ちだね。罰ね。強力な気合いなんでた。敵が2体でこっち3体いるっていうのがね、ちょっとこっちの方が有利なんですよね。ガッツアップ。あかん、連発で食らってるやん。ようやってくるな。なんとか勝った。いいパンチだったぜ。ラウンド2、はい。やばいんだよ。このザキっていうキャラもあれですね、私立ジャスティス学園の1、2には出てこなかったキャラですね。このゲームの燃えろだけの新キャラってことですよね。うわ、惜しかった。何回やっても一緒だよ。うん、クリアですね。
ユリカ。僕には勝てないよ。この二人もあれやな、この桃色ジャスティス学園の新キャラって感じだと思いますね。またやられた。おとまり。おお、何や。超必殺技やってきやった。やばいな。おお、勝った勝った。危なかったね、ちょっと。話にならないな。ラウンド2、ファイト。違いない、向かい、違いない。一緒当たった。違いない、向かい、違いない。全開気合弾。なんかメリーゴーランドがめっちゃ速いな、向こうのあの向こう側の背景のね。いいとも勝てそうな感じがしますけどね。ああ、よし、勝ちました。はい、水泳部のやつやな。二人しか使えないの？兄さん、僕は京介、私を超えて行け。そうか、ね、兄なんや。強っ。うお、めっちゃ強いやん。ボス戦って感じですね、なんかね。うわ、やばい。ああ、負けた。強えな。見るところもない、時間も無駄だ。ラウンド2、ファイト。うわ、強えな、これボスクラスやな。おお、やば、強い。見るべきところもない、兄さん。ラウンドワン、ファイト。正感じやな。これを一回倒したらいいと思うんですよね、多分ね。
あー惜しいな、ガードされたか。よし、いけそうだよね。よし、勝った。2回倒さなあかんのか、もしかして。あ、2回倒さなあかんねや。やばい、いけそうな感じやけど。よし、倒した。いいパンチだったぜ。2人で1人を倒すって感じか。ちょうどこ、あ、そっか、囚われてるわけか。だから2人になってもうたわけやね。今和の一族がどれほどのものか。またボス戦みたいな感じな。強っ。一回負けたら終わりなんや。5人に増えた。これで、これとこれ俺使い方分かったんやからな。使ってみてもいいけどな、せっかくやから。どうです、棺桶は用意したか。苦しむ暇など与えるか。ラウンド1ファイト。お、なんか出た。もうでもまあ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 使いやすいかな。ああ負けた。早っ、強いな、偉い。背景がめっちゃ見づらいな。強っ。あれ、京介前に持ってきたいとこなんやけどな。当たった。よし、倒した。
ないもので気をつけていくか。ラウンド2ファイト。あーやってきた。うわやられた。ああ負けた。強いな。ボクシングなんかこの子は。強い。あーまたやってきた。このボクサーの女の子そんなに強くないな。これ勝てないわ。ちょっとねキャラクター選択間違えたね。これ京介と罰をやっぱ入れといた方がよかった。京介は入ってるけど罰入れた方がよかったな。これボクサーの女の子があんまり強くない。